皆さんこんにちは。仕事に恋愛に毎日頑張る素敵レディを幸せに導くカードリーダーのボタンゆりです。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は数比7カラーの皆さんの10月の運勢をリーディングしていきたいと思います。これまで私はカードをね、3枚使った3択リーディングで動画をお送りしていることが多かったんですけれども、ちょっと今回から新たに数比別の運勢リーディングというのをちょっと試験的に動画を出してみました。はい、数比ね、生年月日を使って計算して出してくる数字なんですけれども、私はその数比術をベースに作られた誕生花セラピーという鑑定方法の資格を持っているので、私はその誕生花セラピーってね、全部数比をお花に例えて鑑定するものなんですね。だから数比7番のお花はカラーのお花、このお花になるので、この動画の中では数比7番さんのことをカラーさんという風に呼びながらリーディングをしていくと思います。またもし動画を見ている方の中で自分の数比を知らないっていう方がいましたら、概要欄に数比の算出方法を書いてあります。さっき言ったみたいに生年月日を使って足し算をしていくだけで簡単に数比って出すことができるものなので、もしまだ知らないよっていう方はぜひ概要欄見てみてください。また数比7番の動画なので、数比8番以降の動画もこの後随時アップロードしていきますので、ご自身の数比の動画をね、まだ出てないっていう方はぜひ楽しみにしていてください。それでは数比7カラーさんのリーディングに移っていきます。あともう一個ごめんなさい、お知らせなんですけれども、私は今公式 LINE のお友達を募集してまして、公式 LINE のお友達先着30名様にこの誕生花フェアリーカードの一言リーディングをプレゼントしております。またこの一言リーディングとは別に、こうやって複数のカードを使った本格的な個人鑑定リーディングですね、そういったものが当たるプレゼント抽選会というのを公式 LINE のお友達の方に向けて毎月行うことにしました。なので、よかったらその公式 LINE もご登録いただいて、一言リーディングとかプレゼント抽選会の参加もしていただけるとすごく嬉しいです。あとはインスタグラムでの発信もしてるので、よかったらそっちも覗きに来てください。はい、前置き長くなってしまったんですが、それでは数比7番カラーさんのリーディングしていきたいと思います。まずは上のこちらの4枚のカードを使って、カラーさんの現在の状況というのをリーディングしていきたいと思います。では誕生花フェアリーカードオープンです。クローバーのカードですね。そしてワンドの6番、皇帝のカード、そして5番のソードの5番のカードが出てまいりました。非常にこう何かで成果が出てきているっていう風に感じているものがもしかしたらあるのかもしれないですね。このクローバーのフェアリーさん、クローバーのフェアリーさんってすごく地道に何かコツコツやるのが得意っていうようなものを表したりするんですけれども、今までそうやってカラーさんが頑張ってコツコツやってきたものっていうのが成果が出始めてるんじゃないのかなっていう気がしましたね。このソードの5番が逆位置なんですけれども、なんとなくこうね、争いとかっていう状況じゃなくて、なんかこう人と争うとかじゃなくて、自分自身が成果って思えるようなもの、人と比べてどうじゃなくて、自分がこれは自分の成果だって認められる、自分で自分のことを認められるようなものっていうのが今手に入りつつある、もしくはもうすでに手にしているっていうのもあるんじゃないのかなっていうふうに思いました。そしてね、このエンペラーのカードも出ておりますので、何かね、こうちょっと人の上に立って何かを進めていくとか、なんかそういうどっしり構えて何かやっていくとか、そういったなんかステージに行くっていう方ももしかしたらいるのかもしれないですね。今おそらくこのカードを見て感じるのは、それこそそれこそそのっていうか、このカードを見て感じるのは、やっぱりそれまで
このカラーさんがコツコツ続けてきたこと、ずっと頑張り続けてきたことっていうのが、ちょっとずつ効果、成果として現れ始めて、それに対して自分が自信を持てるようになったり、その成果をもとに、今まではその自分の自己実現とか自分の目標達成のために頑張ってきたところが、今度はその自分で達成した目標とか、その頑張ってきた経験っていうのをもとに、他の人を導く立場になっていくとか、なんかそういう少し成果が出たことによるステージが変わっていくみたいな段階にいる方が多いのかなっていうふうに思いましたね。そう、だからそれは誰かと競ってどうこうじゃなくて、本当にオンリーワンで自分の自信が持てるような何かが出てきた、成果が出てきたとか、人に、まあ、認められるっていうか、まあ、みんなからすごいねって言ってもらえるような何かそういう成果が出てきているっていう方がね、多いんじゃないのかなっていう気がしました。ただこれ個人鑑定ではありませんので、当てはまらないなっていうところは聞き流しながら、いいなって思うところだけ受け取っていただけたらと思います。では、そんなカラーさんが、この10月どういう1ヶ月を過ごしていくのかを下の4枚のカードで見ていきます。まずはこちらのカードで10月の全体のテーマとなること、そして、上旬、中旬、下旬という形で3枚のタロットカードで流れを見ていきます。ではまずこちらのテーマとなるカードオープンです。トラスト、信じてっていうのが出てまいりましたね。すごいな、これも自分がいて、その後ろに自分を守ってくれる、まあ、守護霊さんみたいな感じなんですかね。さらにそこの上に、そのあなたたちね、そのなんていうんだろう、こう自分と守護霊さんも含めたあなたたちをなんか守ってくれる大きな存在がいますよみたいな、もう本当に安心できるよと、安心してもう信じて大丈夫です、なぜなら私ついてるからみたいなね、信じるっていうカードが出てまいりました。信じるがね、カラーさんのテーマなんだそうです。ではこちらのカードオープンしていきますね。上旬、中旬、そして下旬でございますね。はい、ではこちらちょっと見ていきたいと思います。この15番エゴっていうカードが出てきてるんですけれども、何かこう目隠しをしてさまよっているみたいなところがすごくね、どうしちゃったのみたいな感じなんだけど、でもこれ私としては、なんていうのかな、目隠ししてても大丈夫みたいな、あなたをちゃんと導いてくれる人がいるからねみたいな風に読み取れるんですよね。なんかこうちょっと今ね、それこそその成果がちょっと出始めてきていて、またこれまでと立場が違って、急にちょっと人に何かを教えたりとか、自分が人を導いていくような立場になって、少しこう身の振り方を間違えてしまいそうになったりとかっていうのがあるかもしれないんですけど、だけど、まあ、さっきのね、このトラストもなんか守ってくれてる人がいますよみたいなね、雰囲気が感じられたんですけれども、このカードも、あなたがたとえちょっと何か自分自身をなんか忘れてしまったりとか、周りが見えなくなってしまったとしても、ちゃんとね、それを正しい道に引き戻してくれる人がいるよっていうのを言ってるように感じるので、なんか若干その上旬にここの、なんか強い自分っていうのが強くなりすぎちゃうところがもしかしたらあるのかもしれないですね。だけど、そうなった時に、ちゃんとその、あなたでもそっちじゃないよっていう風に教えてくれる人が現れたりとか、周りの人がそれに気づかせてくれたりとかっていうのがあると思うので、結構ね、うまくいくんだと思うんですよね。迷いつつも、迷ったりとか自分を見失ってしまって、いがちっていう状況になったとしても、本当にそっちは行ったらいかん、そっちは絶対行ったらいかんみたいな方には行かないで、進むべき方向に行けるっていうのがこの上旬なのかなという感じがしました。そしてそんなね、上旬ちょっといろいろ試行錯誤しながらというか、まあ目的意識じゃなくて周りが見えなくなったりもしながらも、
進んでいった先で中旬はこのクイーンオブウォーターが待っておりますね。すごく中旬になって優しさに溢れるあなたになっていくっていう感じはしますね。ここでだから立場変わってちょっと周りが見えなくなってみたいな風に上旬でなるかもしれないんですけど、それってやっぱり今までとステージが変わって新しいことをやるからこそ分かんなくなっちゃうところってあると思うんですよね。だけど中旬になったらちゃんとここでいろいろ瞑想していたものとかっていうのが落ち着いてきて、すごくね、優しさ、周りのこともちゃんと見える、見渡すことができるあなたになっていくのかなっていう感じがしました。このカードも周りにたくさんの、これサメですかね、クジラ、シャチなんかわかんないんですけど、海の生物がいっぱいいて、その真ん中でこのなんか人魚姫みたいなね、足のエンジェルさんがいて、みんなこっちよみたいな感じでさ、この海の生物たちを導く人にちゃんと慣れていますよね。だからね、中旬になったら本当にそのいい形で周りの人を導いていく立場になれる。周りに対して本当に思いやりを持って、自分がここでね、人をなんか導く立場になるんですけれども、なんでそういう立場で何を伝えたいと思っていたのかとかね、どういうふうにこの周りの海の魚たちにどうなってほしいのかとか、そういったところをちゃんと伝えられる。で、それがもう強い言葉とかじゃなくて、ちゃんとこの人たちを優しく包み込むように導いていくことができるよっていうのが中旬。だから本当に優しい先生、優しい仲間思いのリーダーみたいな、そういった感じになっていくのかなっていう気がしました。すごいですね。上旬でこうやってどうしたらいいのか分かんなくてって瞑想してたのがあって、中旬ででももうちゃんとすぐに見つけられるというね、頭がすごく切れる方が多いのかなっていう感じもしますね。感覚つかむのがうまいところがあるのかもしれないですね。そしてこの下旬ではジャスティスのね、カードが出ております。なんかちょっとね、こっちの優しいカードの方から見るとなんか力強い感じ、なんか刀振りかざしちゃって、あ、なんか切ったるぞみたいなね、強い感じに見えるんですけど、こちらに関しては、まあ優しいだけじゃなくて、ちゃんとその自分が導いていってあげたい人たちが、ちゃんとこの人たちの望む方に行くためには、まあ、優しくね、導いてあげるっていうのはそうなんだけど、ちゃんとダメだよっていうことも言えるようになるっていうところもあるのかなって思いましたね。なんかすごい先生として進化していく1ヶ月って感じですね、カラーさんは。なんかすごい、リーダーとして覚醒していくみたいなね、そんな感じにも見えるんですけれども、ちょっと限定的なリーディングになっちゃったんで、本当に当てはまるところだけぜひ受け取っていただきたいんですけれども、下旬はね、このジャスティスということで、そうだからさっき言ったみたいに、違うものはちゃんと違うって伝える強さもあって、だからすごくね、信頼感をね、高めていけそうな気がするんですよね。こう周りの人たちに自分のことばっか考えて周り見えてないみたいな状況じゃなくて、ちゃんと周りを優しく導けるリーダーになっていくんだけど、でもそれだけじゃないと、下旬になったらちゃんと何が良くて何が悪いかっていうところとかもビシッと伝えられる。だからね、信頼感が増していくんだと思うんですよね、ここで。最初はね、優しそうな人だからこの人についてこうって寄ってきた人たちもさ、やっぱいざっていう時にちゃんとこっちはダメだよ、それはやっちゃダメだよっていうことを言ってくれないとさ、この人たちを結局不幸にしちゃうわけじゃないですか。それって本当の優しさじゃなくて、ダメなことはダメだよとか、そっちに進んじゃダメだよって伝えることが、その人たちが不幸になるのを断つっていうことで、それが本当の優しさだと思うんですよね。だからそこに気づいていって、信頼感が増していく。信頼感っていうか、トラストも信じるですよね。
だからすごくその自分のステージが変わった先で信頼を集められるような人になっていくよっていうのがこの10月の流れなのかなというふうに思いました。ちょっとごめんなさい、熱が入りすぎて喉がカラカラになっちゃったんですけれども、すごくこう上に立つものとしての実力をどんどんねつけていける、周りの人のために自分がどうあるべきかっていうところにも気づいていけるし、なおかつそれでちゃんと周りから信頼されるようなリーダーになれる、導いていく人、先生とかもそうかもしれないんですけど、になれるよっていうことだと思うので、まあ職場とか、まあ学校だったりとか、まあ家族の中とかでもそうなのかな、あの周りの人を何か教えたりとか導いたりとか、そういった立場に今なりつつあるみたいな方は、ぜひそういうね、こういう風に自分が進化していくんだっていうのを信じて進んでいっていただきたいなという風に思います。すごいカラーさん、すごい進化しますね、この1ヶ月。はい、ちょっと喉もカラカラなんですけれども、じゃあちょっと最後にこの龍神カードを使って、カラーさんがますます素敵な1ヶ月を送るためのメッセージを見ていきたいと思います。いや、すごい。これまでコツコツやってきたのがあるからこそね、こうやって人を導ける、信頼されるリーダーになっていくんだろうなという気がします。では、こちらのカードオープンですね。潮流さん、自分らしく生きるための兆しと書いてありますね。このこうした生き方っていうのをもともと望んでいたっていうカラーさん、数比7の方がいるのかもしれないですね。多いのかもしれないですね。そうやって誰かを導いていきたいと。ちゃんと正しいことは正しい、ダメなことはダメって言って、優しいばっかりじゃない。かといって自分ばっかりがいいっていうね、そういうリーダーじゃなくて、ちゃんと周りの人が幸せになるために導いていけるような存在でありたい。それが自分らしく生きる方法なんだっていうふうに思ってた人も多いのかもしれないです。今月だからそうやって自分が今までと違う身の置き場所になるというか立場になるっていうのは、あなたがやりたいって思ってた自分らしく生きるためのステージの変化なんだよっていうことをこの潮流さんがね教えてくれたのかなと思いました。なんだか本当にかっこいい方なんだろうなっていうのをね感じますね。で、本当にもう信頼される。で、それはこうやってね、コツコツ積み重ねてきたものがあるからこその信頼っていうのもあると思うので、これまでやってきたこともね、しっかり自信を持って進んでいっていただけたらいいのかなという感じがしました。はい。それでは、このカラーさんの、ラッキーカラーですね。10月の、数比7番さんの10月のラッキーカラーをお伝えしたいと思います。そうですね。これは、ちょっと悩みますが、ちょっとね、何色か今迷ってる色があるんですけれども、まあ、やっぱちょっとこれかなと思いますね。リーダーの赤の色ですね。レッドの色をラッキーカラーにしようと思います。ちょっとステージ変わって、人を導いたりする立場になる方も多いと思うんですけれども、まあ、あなたのその情熱、持っている情熱とかもちゃんと伝わっていくよっていうことだと思うし、ね。自分がそのまま進んで大丈夫っていうふうに信じることもできるし、周りの人からの信頼っていうものも得られる。ということなので、まあ、素敵なリーダーをね目指していってほしいということで、このレッドのお色を選びました。なので、この10月は赤色のものをちょっと身につけてみたりとか、あとはこの赤色をイメージして瞑想する、それをカラーメディテーションって言うんですけど、そういう風にしてちょっとレッドのパワーをね
自分で受け取るように意識して過ごしてみてください。でここでね、今ちょっとリーダーっていうことを繰り返し伝えたんですけれども、必ずしもリーダーっていう肩書きがつくことじゃなくても、自分自身がちょっとリーダー的にね、人をなんかこう引っ張る立場になることって、まあお家の中とか学校の中とかいろんな場面であると思うので、リーダーなんて私はやったことないよとか、私はそんな立場じゃないよとかって思った方は、ぜひその肩書きはついてないけど、自分が何かその人をなんか引っ張っていく、人を導いていく立場にないかなっていうところを意識して探してもらうと、まあ、今回のこのリーディングメッセージのヒントになること、リーディングメッセージがヒントになる、ヒントとして使えることっていうのがあるんじゃないかなと思うので、ぜひちょっとそこをね、意識して過ごしていただけたらと思います。それではリーディングはここまでになりますが、いかがでしたでしょうか？コメントにもしよかったら感想をいただけると嬉しいです。あとは動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録も合わせてお願いします。こうしたリーディング動画の他に、私は毎朝7時に、今日のあなたをもっとハッピーにする、今日のメッセージとラッキーカラーというものをね、ショート動画で配信もしております。もう毎朝ね、10秒くらいでチェックできる、リーディングメッセージとラッキーカラーになってるので、よかったらチャンネル登録して、そっちもチェックしてください。お願いばっかりになっちゃいましたが、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。素敵な1ヶ月をお過ごしください。ごめんなさい。ちょっと勢い余って倒しちゃいました。ありがとうございました。